とソラリポ、気象予報士の田中理央さんです。よろしくお願いします。お願いします。田中さん、はい、今日はジメジメしていて、こう雨の降った時間帯も、ね、ありましたよね。はい、そうですね、はい、そして今夜もですね、県内ところどころで雨が降りそうです。はい、さて、昨日は台風1号が発生するなど、今年も大雨のシーズンが近づいています。はい、そしてですね、今日11時過ぎに早速鹿児島県と宮崎県には線状降水帯の発生予測が発表されました。でこの原因はですね、梅雨前線と、それからこの台風1号によるものなんですね。うん、はい、気になる台風の今後の進路の予想を見ていきます。現在フィリピンの東にある台風1号はですね、今後金曜日頃には関東沖まで進んでくる見通しです。あ、そうですか。はい、この進路によっては金曜日頃県内も風が強まる可能性がありますから、最新の気象情報を確認するようにしてください。さて、明日の県内は傘が手放せない1日となりそうです。明日午前9時の予想天気図を見ていきましょう。明日は九州付近のこの低気圧が次第に日本の南を進んでいく見通しです。このため県内は次第に各地に雨の範囲が広がって、本降りの時間帯もありそうです。はい、いつ頃から本格的に降り出しそうでしょうか。はい、では明日の雨の降り方を見ていきましょう。こちらが明日の朝6時の予想です。朝通勤通学の時間帯はですね、山沿いを中心に雨雲がかかりそうです。はい、動かして見ていきますと、昼前には各地で雨となり、青い表示で雨足が強まるところもあるでしょう。ただ午後はさらに発達した雨雲がかかります。夕方から夜にかけては濃い青や黄色の表示で土砂降りのところもありそうです。強く降りますね。そうですね。そして夜遅くには雨のピークは過ぎるものの、傘が必要な状態は続きそうです。はい、通勤通学の、ね、時間帯にまだ雨が降っていない地域の方も、はい、出かけるときに雨具を忘れないようにしなければいけないですね。はい、本当にその通りですね。はい、はい。